皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日は2024年9月の1日日曜日になりました。ということで、いやー、今日はですね、まあ、記念日であるんですけど、2008年9月1日から、 一日も欠かさずブログを書き続けて、丸16年を終えて、今日から17年目に突入するということで、いや、すごいっすね。17年、あ、16年ですよ。16年ですね。連続でブログを書いてる人は、全世界で何人いるんですかね。何パーセントいるんですかねって話だし、ブログを書いてる人はいるかもしれないけど、 それがラーメン食べましたとかっていう日記ではなくて、ちゃんとネットビジネスの情報とか何か専門の分野の情報を発信してる人が何人いるんだろうって考えたら、いや、かなりね、まあ僕の知ってる限りいないんで、誰かいたら教えてほしいんですけど、という話なんですが、さあそんなですね、今日まずこちらをご覧いただきましょう。出ますでしょうか。どうぞ。 はい。ということですね。まあ、おかげさまで5844日ってなってますので、今日は5845日目ということになるわけなんですけど、いや、すごいですね。はい。ちょっとここがなんか今変なになっているので、少し直しますが。はい。夏やね。生中継でやってますので。治直りました直らない。これで、あ、直りましたかね。 はい。ということで,ですね。これで音入ってるかな入ってますかねはい、えー。ということでですね。まあ、頑張ってやってきましたということなんですけど、まあ、一人にですね、まあ、私をこんなに、まあですね、何もなく、えー、元気に産んでくれたご両親に、育ててくれたご両親に感謝しつつ、そして、まあ、こんな生活をですね、16年もですね、支え続けてくださっている、えー、見守ってくれている、 家族の皆さんに感謝と。そして、こうやって、いつも、ブログ、YouTube などですね、ご覧いただいている皆さんに感謝ということで、えー、本当にありがとうございます。はい、またですね、あのー、17年目もですね、変わらずやっていきたいなと思ってるんですが、えー、引き続きですね、またご視聴いただけば嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、あのー、日曜日であるということもありますし、 いつもであれば、YouTube のメンバーシップのデイリー会員、月額190円から学べます。デイリー会員に入ってないと、最後までご視聴いただけないんですが、今日は最後までご覧いただける人になっておりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけばと思っています。はい、では今日の内容はね、こちらになります。えー、ご覧ください。どうぞ。ネットビジネス研究会0円会員無料移行したディスコードの2024年8月分を公開と、 いうことでやっていきたいと思います。ネットビジネス研究会っていうのは何ぞやって話をいたしますと、ここにありますように、0円会員という0円で参加できるものと、デイリー会員という月190円で参加できるものと、セミナー、ムービー会員という月2990円で参加できるものと、セミナー会員という月4190円で参加できるものと、 スカイプ会員という月5400円で参加できるものがありますということで、詳しい内訳はここに書いてる通りなんですけど、0円は今日詳しくこの後話しますように、ディスコードでノウハウを無料で公開してるというものなんですね。で、ここで公開してるノウハウは僕のノウハウではなくて、世の中でみんなが無料で公開してるノウハウを僕がかき集めてきたものを皆さんに無料で 見ていただいているというものですね。これは入会大会も自由に皆さんできますので、もちろん0円ですから、ただですから、えー、気軽にですね、入っていただければと思っています。えー、現在ですね、 86名の方が参加くださっています。ありがとうございます。まだまだね、あのー、もっと多くてもいいんじゃないかなと思っているので、えー、よろしくお願いします。というのは、デイリー会員の人数より少ないので、あの、デイリー会員の方が多いってどういうことなんだって話なんで、えー、できればですね、0円会員はですね、1000人ぐらいいてもいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ、えー、この動画を見てくださっている方はね、えー、入ってください。というのは、だって、YouTube のチャンネル登者数が5000人ぐらいいるわけだから、5000人ぐらい入っててもいいなと思うんですけど、 ぜひですね、えー、見逃してる方、えー、入っていただけば嬉しいなと思います。そして、デイリー会員は、毎日15分の動画を解説しているんですが、これがですね、見ることができるというもんですね。まあ、一つのテーマで15分でスライドを使って解説をしているわけなんですけど、これをですね、毎回毎回、 毎回毎回全部ですねも。もちろん過去のものも遡って見れますので、えー、全部で5000本ぐらい多分あると思いますけど、見ていただけばですね、全部無料で見れますので、190円の範疇で見れますので、よかったらご視聴いただければと思ってるんですけど、その一つ目のムービー会員の方に入りますと、今度は毎月1本以上リリースされるいろんなテーマのセミナー教材、まあ、1本5000円相当のものがですね、2時間から3時間のものが、 定額で見放題になりますよということで、まあ、最近では月3本ペースぐらいでアップしています。えー、また9月もですね、3本ぐらいアップする予定なので、これが全て見放題になりますので、お得かなと思いますので、ぜひ入ってください。そうですよね。5000円が3つですから、15000万円相当のものが2990円で学べるわけですから、さらに過去のものも学べるわけなんで,で、今月だけ入って、 すぐ抜けるでもいいんでね。1ヶ月で全部見終わったら、これで抜けるでもいいんで。もちろん、また毎月毎月ですね、新テーマとか新しいノウハウが追加されてきますので、当然それを学ぼうと思ったら、またですね、5000円かかるんであれば、2990円の方が、まあ半額ぐらいですから、安いので、お得かなと思いますので、ぜひね、入っていただけは嬉しいなと思っています。で、ムービー会にはデイリー会員の特典も含んでいますので、デイリー会員、ムービー会員両方入る必要はありませんので、 その点よろしくお願いします。で、その上がセミナー会員でもありまして、これはですね、毎月1回ネットビジネス研究会という名前のセミナーをですね、ズームで今開催しています。で、こちらのものっていうのは、この15分の動画でも解説していなかったり、そして教材にもなってないような、最も旬で、最も新しいノウハウを、ズームを通して皆さんと対面形式で、 え、やっていくというものになっていますので、いち早く、そしてあの質問しながらですね、いろんなことを学びたい。そしてまあ、そのネットビジネスだけではなくて、いろんなマーケティングとか、世の中のこととかですね、いろんなことをお話ししているので、そういう意味ではですね、4190円の中に、このデイリー会員の特典、ムービー会員の特典も含んでますので、まあ言ってみればデイリー会員190円ですよね。で、ムービー会員だけで言うと2800円でことになりますので、 2800円と190円の内容が入ってるわけなんで、実質セミナー会員の料金は1200円ということになりますよね。1200円で5000円相当のセミナーを受けることができるわけなんで、お得だと思いますので、ぜひですね、参加してほしいなと思います。さらにその上にですね、スカイプ会員っていうのがあります。これまあ、昔の名前でスカイプ会員になってますけど、今ではズームの方が多いんですが、ズームを通してですね、 え、一ヶ月に30分だけ相談を受け付けているというものですね。まあ、事前にテーマを用意しておいていただければですね、30分ぐらいで聞きたいことは結構聞けるんじゃないかなと思いますので、月2回ぐらいですね、指定日を僕が設けます。そこの中で30分ですね、自由に相談していけばと思っていますので、こちらのスカイプ会員もおすすめです。当然、スカイプ会員にはこの 先ほど紹介しました、えー、デイリー会員、ムービー会員、セミナー会員、この特典全部含んでますので、そう考えると、差額で言うとですね、この1210円ですかで、この相談を受けることができるわけなんで、どっちにしろ全部お得なんですね。ということで、ぜひですね、入っていただければと思っています、えー。僕にですね、30分で相談を受けようと思ったら、通常コンサルティングのメニューで言うとですね、まあ1時間しかないんですけど、普通なら5000円ぐらいかかるわけですね。 で、5000の内容でほとんどですね、全部含んでるわけなんで、どう考えてもネットビジネス研究会はお得ですから、でぜひ入ってほしいなと思うんですけど、今日はですね、そんな中でもこの0円会の話をね、したいと思います。じゃあ早速なんですが、ディスコードの内容を見ていきましょうということですね。はい、まず最初はですね、今、旬の生成 AI 系の画像動画系のものですね。これ今8月の1日から見ていきますけど、 今回ね、やっぱ結構たくさんありまして、動画生成 AI 系のまとめということで、こう出てますね。キリングとか、ランウェイとかいろいろ出てると思うんですけど、動画生成 AI の方をまとめることができないので、たくさんあるんですね。これをね、随時見てもらう形にしてますので、ここ見てもらうとですね、最新のノウハウがわかります。 ので、これもだ、ね、いずれはまた解説していくんですけど、解説する前に、とにかく誰かがシェアしているもの、特に X の投稿多いんですけど、これをね、シェアしておきますので、よかったら見ておいてください。というのがですね、これまだまだまだあるんですよ。ずっとあるんですよ。えー、ということで、えー、ここまでですね。そしてサービスツールってなります。こちらのものはどちらかというとですね、世の中にこんな便利なツールがあるんだけど、皆さん使ってますかということで、 出ています。いろんな便利なサイトとかツールとか、そして情報とかですねいろんなガジェットとかこういったものを紹介してますので、よかったら見ておきましょう。続いてマーケティングっていうところに行きますと今度はですね。いろんなこう切り口で世の中のこんなこと知ってますか？みたいなまあ、どっちかと,いうとデータとかですね。グラフとかいろんなまあ広告とかですね。 えー、そういうものを紹介しています。ニュースもありますね。ってものなんで、これ見てですね、いろいろ勉強になるんじゃないかなと思いますね。このスラックの話ね、スラックとチームズの話も面白いし、最近ではですね、あの、NVIDIA の話も面白かったですね。NVIDIA とインテルの話なんか面白いですね。これグラフなんかで、いろんな数字を見て、マーケティングで勉強しましょうねっていうことについて書かれていますので、ここらもですね、えー、見ておくと勉強になるかなと思います。 続いてはですね、こちらです。EC ネットビジネスってところに行きますと、はい、こちらのものは、えー、今月なかったかな今月は新しいの、だから7月22日しかないですね。でもこれ Amazon が、このウェルシアホールディングスと処方薬、ね、ネット販売で提携したっていうのは結構大きい話なんで、まあ見ておきましょう。はい、そして、えー、SEO 関係ですね。ここも結構あるんじゃないですかね。 はい。SEO, PPC, ネットコークですね。このあたりから入っていますけど。はい。えー、まずですね、ショート動画のタブの話。これは僕ブログでも書きましたが、の話ですね。そしてこちらですね、大事件というクッキーの話がですね、どうも見送りになるって話なんかも来ていますね。えー、さらには、はい、こちらです。はい。えー アップデートがありましたよね。え、コアアルゴリズムアップデートがあったんですけど、この辺の告知とか、そしてこれもね、結構面白いです。え、SEO の1位が Amazon のカスタマーレビューになってるみたいな、こういう事例とかですね、いろんなことについて、そうですね、マイベストの話もありますね。ありますので、まあ、この辺ニュースを見ていくとですね、勉強になるかなと思います。はい、続いてキーワードマーケティングの方に行きますと、これいろんなキーワードについて僕が気になった時にここに上げていってるんですけど、 まあ、ランドセルとかランリュックって話もありましたが、この辺でですね、アクリルスタンドっていうものがやっぱ伸びてますよっていうことなんですね。続いてこちらですね、キーワードの見つけ方っていうことで、こういうね、便利なものも紹介したりしています。 で続いて、情報リテラシー論というところに行きますと、ここは世の中のこういうことを気をつけましょうねっていうことについて発信をしていますので、えー、見ておきましょう。例えばですね、こちらです、えー。太陽光発電の機器の乗っ取り不正送金が相次いでいるよって話とかですね。えー、テレグラムの話もありましたね。そして、こちらのものです。これ結構巧妙なんで、URL にスラッシュが入っている場合に、スラッシュやないような文字を使ってスラッシュっぽく見せて、 えー、url っぽくしてるみたいなのがあるんですけど、こんなものもありますね。続いて、Apple Vision Pro の話ですね。こちらのものは、はい、8月25日に新しいニュースとして追加しておきましたので、えー、これはあの、Apple Vision Pro じゃなくて、メタの方なんですけど、まあ、ちょっとそういうですね、えー、VR 系の話を入れておいてます。続いて、iPhone。 iPhone まもなく新しいのが出ますので、iPhone に関してのニュースもいっぱいあるんですけど、iPhone のいろんなまあツールとかですね、アプリとか、機能の説明とかですね、こういったものもたくさん上げてますので、ぜひね、見ておいてくださいと。続いて Android。Android の方は今 Google の Pixel9 が結構優秀なので、Pixel9 のニュースとか、Android で使える便利なアプリとかなんかも開設しているので見ておきましょうと。 はい。続いて iPad 系ですね。iPad のものはなかったかな。続いて a p p l e w a t c h これも8月は新しいニュースありましたね。a p p l e w a t c h これは面白いんですよね。なかなかこういうね、これをマーケティングに入れてもよかったかなと思うんですけど、面白いね、えー、かと考える人いますよねって話ですね。そして AirPods の話。これなかったですね。360度カメラ。これもなかったかな。 3DAR の話。この辺もやっぱり今すごく出てきているので、いろんなツールをね、紹介したりしてますので、見ておきましょう。VTuber。ここ僕今勉強中なので、メタバースの話から VTuber の話から結構この辺を入れてますので、ぜひね、ここもチェックしておきましょう。そして、ボーカロイドの話ですね。ここもですね、今僕勉強中なので、結構ニュース突っ込んでるので、見ておきましょう。 そしてゲーム関連。ゲームもですね、ビジネスに繋がってきているので、e スポーツとかですね、そうですよね。この辺の話なんかも入ってます。ということで。はい。ディスコードの方はこれ無料で入れますので、もう一回出しておきますけど、こちらの方からですね申し込んでいただけ、QR コード読むか、もしくは動画やブログの方にリンク貼っておきますので、そちらの方からよろしくお願いします。はい。ということで今日は2024年8月までのネットビジネス研究家0円会員のディスコード文を紹介いたしました。ぜひ入ってみてください。 ネットビジネスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。